羽根さんこんにちは。管理室ということで、本日からこのアルビドが登場したっていうことで、この子の性能紹介をしていきたいなと思うんですけど、まあ、今回のイセカルコラボから白猫テニスを始めた方に関してはですね、初めによく出るような疑問とか毎日するべきことについて話してる動画出してますんで、よかったら下のコメント欄から見ていただけたらなと思います。ということで、早速ね、この子の性能を紹介していきたいなと思うんですけど、リードスキルマジで強くて、リーダーとサブのスター属性のみ、一部を除く打球がアウトしなくなります。やばくないですか？なので、この子使うんであれば、絶対にリーダーにしていただけたらなと思います。で、常時移動速度とスインゲリアがそれぞれプラス 10% と、まあ、打球の軌道と着弾点が見えるっていう結構優秀な性能もついていて、自分もしくは相手の多い方の得点状況に応じて効果が追加されていくものになるんですけど、まあ、初めからノーバンスピンと、まあ、急速アップがついてますと。で、どっちかが1点取れば、まあ、高いとこスマッシュできるようになったんと、さらにまた速くなるし、2ポイント取ったらですね、コート全体に受けるダメージ必中化プラス、まあ、球がまた速くなって、で、3ポイント取ったらコート全体地縛り付与します。これ瞬間移動できなくなるんで、まあ、正月ミュウとか深淵バイサーがその辺買っていけるんかな。で、まあ、一部除く急速アップ効果が上昇ということで、めちゃめちゃ球が速くなっていく性能となっております。で、この子 SS がね、まあ、超新速ロブショットなんで、なんか結構珍しいですよね。で、スタミナが200回復して40秒間特殊状態で、しかもですね、正解化ストームショットがあるんですよ。なので、バックハンドで返球した時に SS にかかっちゃうんですね。これマジで強いんでね、やばいっすよね。で、まあ、特殊状態中は移動速度スインゲリアともにプラス 15% で、20秒間城壁ギミック、お、20秒間なんや。まあ、この城壁ギミックに当たるとですね、弾が自動返球してくれて、しかも SSGS スペシャルに関しては加速反射してくれるんで、もしこれ極限が通ったらえげつないスピードで返ってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、それは後で検証していくとして、まだまだ性能があってね、まあ、常時ロブ以外の打球が特殊ショットに変化で、この特殊ショットはね、相手の SSGS スペシャルを反射するショットになってるんで、これでも得点力をね、生んでいけるっていうものになっていて、マナザーアクションボタンが下にあるんですけど、これを押すことによってですね、自身の出した魔法陣、まあ、それがあるんですけど、それと自分の位置を入れ替えると。で、まあ、スタミナ10消費するんやけど、まあ、結構ね、まあ、それで、ま、防御力と攻撃力を兼ね備えていくみたいな感じですね。で、常時効果として、一部状態異常無効、不動。なので、これ移動しない系ですね。で、一部を除く受けるスタミナダメージマイナス 80% をめちゃカットしてくれますね。なんで、靴はエリアアップでいいのかな？で、しかもですね、この子ね、正解化ストームショット打てるかなと思うんですけど、それを塗り替えるためにね、灼熱ストームとか雪ストームとか打とうと思ってた方もいるかなと思うんですけど、まさかのこの子ね、それらの効果無効化してくれます。なんなら灼熱コートにも雪コートにも持っていくことができるんで、この子ゲットしたら結構ね、戦いやすくなると思いますんで、まあ、結構強いんじゃないですかね。ということで、今からこのアルベドと戦っていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。まあ、初手に関してはね、この色メロ使っていきたいなと思うんですけど、まあ、初手はね、アルベル多分の、あ、不動ついてたから、だから、色メロのノクバとかも効かへんっていう感じなのかな。なので、まあ、結構ね、その辺は戦いやすいかなと思うんですけど、初手性能別にそんなついてるわけではなかったと思いますんで、まあ、初手は違うキャラでも、まあ、いいんじゃないかなと、個人的には思っていたりします。で、今からアルベドが来るんやけど、どうしようかな。まずは、極限ショットどんな感じに返ってくるか見たいよね。で、特殊ショットこんな感じな。うわ、早い！普通に球早いな。なるほど。で、まだ3点取ってないから、地縛りは付与できてないんやけど、城壁結構めり込んでんな。これ、SS だってまず飛炎がさ、これでなんか、勝手決まっちゃったけど、飛炎がまず返ってくるでしょ。そこも結構やらしいところではあるから、まずこのボタン押しといて、はい、ダン。あ、早っ！で、今自動変形あった。自動変形もそれやってくんの。やっぱ！わけわからんうちに返ってきたよ。普通やばくない？で、これバックハンドで返球したら SS 封印も結構やばいとこやんね。はい、極限ドン。うわ絶対取られ。見た弾消えとったやん。やばすぎん。終わったやん、絶対。そんなことないんから。一応ね、この位置から右側に極限打てば多分抜けると思うんですけど、あ、3点取ってるから地縛りもかかってる。これめっちゃ戦いにくいわ。うわ、でもこれどうなんやろな。瞬間移動せずにいい感じに戦えばワンチャンあるのかな。ちょっと頑張るか。でも相手の SS 普通にエグかったもんな。あれ瞬間移動で取られへんかったら普通にやばい気がするんですけど。で、体力全然回復せえへんねんけど。あ、そうか、でも上位競争か。あ、で、SS にかかっちゃった。いや、ほんまに SS 早い。このロブめっちゃ強ない。初めてじゃん、この速度のロブって。そんなことないから。城壁が20秒間だけではあるんで、ちょっと穴ができる可能性もある。えっぐ、ロブもそんなんできんの？わぁ。強くない？普通に。
はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。次はですね、この昇格運営、まあ下方されたけど、今あの前回のタワーとか行ってたら、まあ初手イロメルで行って、まあそっからね、あのこの深淵バイスと昇格運営使ってくるっていう場合であったりだとか、あと結構一番多かったん多分あれかな、ラインズマン桜入れて、そっからバイスとミュウエ入れてるっていうパターンが多かったんで、まあ今回のねアルベドが来たことによってどうなるかって非常に楽しみではあるんですけど、まあまずスペシャルバーンって打っといて、これで、まあ、あの、加速反射ね、することができるんですよ。なので、あ、持ってこれさ、城壁に入ったさ、加速して帰ってきたやつをそのまま加速で返したら面白そうじゃない？うわ、やりたいな、それ。SS 飛んでくるのか。ちょ、待って、SS やったら、SSGS スペシャルが加速反射で帰ってくるやんな、城壁って。なので、まあ、それをいい感じに返したいな。さあ、来い、SS。てか、あの SS 普通に速いからさ、てか、なんのジャスト確定それ、色メロの陣か。ちょ、これは普通に失点しちゃったけど、あえて SS 様の遅すぎんにしても。打ってないだけかな。あ、来た来た来た。いや、これほんまにやばいよな。で、うわー、これかからなそうか、普通の SS とかは。てか、SS にかかっちゃった。やらかしております。あ、でもそうか、あえて普通に体で取っても反射自体はしてくるから、すごい結構。てか、加速、弾加速していくやん、どんどん。で、これバックハンドで返球した SS 封印やからさ、ずっとバックで返しとって結構やばくない？で、これだいぶちょっとあれやったな。今のタイミングよく返しとったらいけたかもせえへんけど、これは俺が下手くそやったけど。普通にやばいな、ちょ、もう一回試すか。いけ！城壁からの？いや、ちょっとロケット今撃っててんけどな。いや、マジか。なんかこれ取られへんのかもせえへん。まあ、うまいこと返したらいけるかもやけど、極限ショットをこのダイブで返すぐらいシビアなのかもしれない。え、これスマッシュもさ、あ、これは通ってないな。まあ、20秒やからな。この間にね、バイスの極限打ったらいける説が若干あるよね。ちょ、それ試すか、もう一回。ちょ、次はガチめに本気でいくわ。で、相手次ヘリオ。ヘリオのさ、ロブとかマジ早くない？怖い。怖い。てかさ、あ、でも今俺雪で被せてるんか。そうかそうか。相手ツルツルはせえへんけど、もちろんスターストーンも雪で改ざんすることができるんで、まあ、そういう対策はできるっていう感じやね。まあ、この正月ミュウエはね、あの、初めの SS で、まあ、雪ストーム打てるっていう性能あるんやけど、深淵バイスはそれないんすよ。普通に、あの、戦い合うみたいなキャラになってるから、俺はこの色メロ使うことによって、雪ストームをね、あの、灼熱に変えるっていうの2回できるんですよ、この子やったら。なので、まあ、それでいい感じに戦っていたんですけど、まあ、それができないよね。なんせスターストームなんで。なので、そこがちょっと厄介なところではあるんやけど、どうしようかな。いや、ほんまになんか他のキャラでもう一回 SS 打たないとスターストーム結構だるいよね。一応、なんか、服属ステイストームを無効化してくるっていうエンブレムがあるんですよ。あの、自分が負けてる時限定なんですけど、それつけるとか、あとまあさっき言ってたキャラでね、どうにかするっていう方法もあるんやけど、これ自動、あれ自動返球は体近かったから反応せえへんかった感じかな。で、極限をこれ斜めに打つんですよ。いくでいくで。てか前から打ったら普通にいけんじゃね？ドン。いやー、そうか、そういう穴はあるんね。なので、まあ、基本極限を返せることはないから、相手が、まあ、初見とかやったら、さっきみたいなことになるかもしれんけど。で、まだこれね、3点どっちも取ってないから、瞬間移動できると思うんやけど、なんか今、下フリックしててんけど、動けへんかった気がするけど、てか3点取ったから、もう今、地縛りです。抜けちゃったよ。さあ、これで、まあ、相手で星座普通に早いけど、まあ、後ろから、後ろの方で打てば打つほど、弾が速くなるんで、一番後ろの方から飛ばした方がね。なので、相手の SS の飛んでくるタイミングが分かりやすいと思うよね。結構後ろの方に引きつけて引きつけて打つみたいなことしてくると思うんで。で、まあ、城壁がなくなったぐらいに、まあ、SS 来るかなって警戒しとったら、まあ、取れるかなと思います。なんせ20秒でね、SS が、ほんまに早いな。あの、飛んでくることはあんまないと思いますんで。まあ、ラケットがまあ、赤のラケットとかやったら飛んでくるかもやけど、普通の増加ラップじゃ多分無理だと思いますね。で、これ、飛炎やばいな。飛炎これ毎回引っかかるんきついわ。で、これあれやんね。30秒経ったら極限が復活するんで、まあ、それで、でもまあ、そうか、これ前から、ああ、そうか、瞬間にできん。これちょっと忘れちゃうな。いい感じに極限バチコンって決めてあげれば、まあ、こっちのもんって感じやね。はいはい。これで、ドーン。いや、これには弱いってのがちょっとあれか。え、もしかしたらこれ、アナザーアクションボタン押したら取れるとかあるかな。でもあの魔法陣通らなあかんもんな。そこ結構シビアやから、極限ってマジで早いから、そこはちょっと厳しいような気がするけど、もしまあそれも取れたらね、反射できるから、まあそれはそれでまだロマンありますよね。だからバイス側としては、まあ、ずっとこうやってイモります。多分。これがいいと思います。で、まあバックで返球したら SS にかかってしまうんで、まあいい感じに、まあ打てる時には SS 打っといて、はいはいはい。で、相手に SS がバーンって飛んでくるんで、これ、光ってる。よし、取った。オッケー。これで、まあ、いけるっしょ。もうずっとイモります、私。まあ別にね、そんななんか、えげつない攻撃力持ってるわけじゃないから、ひたすら、まあ、お、なんか、何や。ちょっとなんか今、定番の気味じゃなかった？気のせい？はいはい。これで、相手エリア広いな、普通にな。よいしょ。はい、極限復活した。で、ドカンって感じやね。あー、
どうなんやろ初めえぐいなと思ったけど、20秒しかないし、こうやってなんかいい感じに書かれへんように打ってしまうっていうことも可能だったりはするんで、めちゃくちゃ防御力があるっていうわけではないんやけど、その分コースは絞れるんでね、まっすぐは飛んでこないので、まあミュウェのオンザラインぐらいだったら全然取っていけるかなと思いますんで、割と強いんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ皆さんの意見も聞かせてね。ということで、バイバイ。